はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は手応えはあったのか、スイートップ採用ですね、岡山大分マッチプレビューやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあどうなんですかね、我々ちょっと見ていた感じだと前回のゲームですね、後半見せたスイートップの形、これ結構ね手応えはあったと思うんですけども、さあ監督はどういう風な選択をしてくるか、まあこれ試合前からちょっとそこは楽しみでございますね。まあ433なのか442の継続か、まあ442にしても結局ね下田選手が、ボランチの位置ちょっと中に絞ってプレーするんで、ちょっとサイド高畑選手お願いしますみたいな感じになってしまうのがちょっと、左は問題ではあったんですけど、まあ分かりやすく下田選手をスタートからアンカーとか、まあ、中盤に置くことによってちょっと、良い変化が生まれると僕も思っているんで、そこはちょっと、注目してスターティングメンバー、まあ、配置も含めて見ていこうと思ってますけどもね。はい、ということでこちらはメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方でも J リーグの話をしております。よかったらサブチャンネルも動画概要欄からよろしくお願いいたします。ということでまずこちら岡山ポイということで、現在勝ち点24で4位なのがファジアの岡山ですね。で大分勝ち点21で13位ですね。勝ち点差は3つしかないんだけど順位は9つも離れている。これなかなかに面白い J2 負けようって感じがしておりますけど、僕は好きですね。本当 J2 って、ね、追いかけがあるんだよなという話ございますけれどもね。はい、そして、両チーム直近5試合の成績でございますけれども、岡山がまあ3勝2敗で現在2連敗中ですね。2試合連続で、勝ちがない。結局こういうところなんですね、今年の J2 の、面白いところというのは。3連勝したチームが、まあ、この後、千葉群馬というところ、まあ、2連敗するとか、なかなかに本当どこに、ね、じゃんけんで勝つか、どっかにじゃんけんで勝てばどっかでじゃんけんで、負ける。この間の試合グー出して勝ったんだけど、今度はグー出して負けるとか、そういう本当アペコベな、感じ。大型連勝がない、大型連敗も大型連勝もないというのは今年の J2 の特徴なんで、まずねこれ長崎の動画でも同じこと言ってるんですけど、まず6位目指して、本当大分ですね、プレーオフ圏内目指して頑張ってほしい。ちょっと3試合連続で、勝ちがない。毎試合が直近5試合で4試合か4試合連続で点は取れているんですけどもね、まあ、千葉戦のような感覚、あそこで良い、ね、きっかけつかんと思ったんですけど、ちょっとその後、停滞気味ということで、ここしっかり、勝ってほしいと思ってますね。はい、そして前回両チームスターティングメンバーご覧の形ですね。まあ大分方がこれがね、これが前回のスターティングメンバーでスタメンの配置なんですけどもね、この辺どう変えてくるか。ちょっとゴヤ選手も伊佐選手も元気がない。ゴヤはちょっとほんとボール1個分とか半個分とかなんかね、そういうところに切られてる感があるんで、そこもどういう風な選択してくるかっていうのがあります。そしてまあ対する岡山ですけどもね、バイスがいて柳、このセンターバックまあどうやって超えるかっていう話。そして右サイドバックは名古屋グランパスにいたな成瀬ですね、レンタルできて成瀬選手もいますし、田中選手、木村、この両サイドハーフ、特に木村選手がいいんですね。これ木村選手ドリブルでしっかり自分でチャンス作ることが、できる。自分で持ち運んでクロスまで行くことができるんで、この木村をまあどうされることが、できるか。逆に大分の右サイド中川選手がちょっと元気がなかったんで、まあこの辺のメンバー変更も含めてちょっとどうなるか。ちょっと中川、元気がない。多分前回は実況の方が解説の方から中川選手をちょっと名前を呼ぶことが少ないですねみたいなことを多分言われていたと思うんで、もしスタメン今回出ることがあればですけれどもね、その時絶対そこはね借りを返してほしい。そこの悔しさ晴らしてほしいと思ってますけれどもね。はい、そして予想スタメンですね。まあ、予想というか希望スタメンというかですね、まあ、前回の後半ですね、使ったシステムも一応、まあ、メンバー違います、メンバー違うんですけれどもね、一応配置としては433の、形にしております。だから野村をどこで使うかですね、間違いなく今の大分の攻撃のキーマン野村ですね。まあ、スタメンで入っても後半から入ってもそうですけれどもね、まあ、前回も野村選手入ってからだいぶ変わったんでね、まあ、これ野村選手を433のインサイドハーフで使うか、それかまあサイドハーフで使うか、まあ、サイドハーフでウィンカー、まあ、この433スイートップのウィングで使うかっていう、ね、選択肢になっていくと思いますけど、まあ、僕はちょっと今年の序盤戦、ね、調子が一時期良かった時に活躍していた小林誠吾がちょっと見たいな。ちょっとコンディション的な問題があるかちょっとそこ分かんないんですけどもね、分かんないんですけど、使えるのであればちょっと433使えば、まあ、左、小林誠吾を見てみたい、もしくはこれ野村選手を左とか右で使っても面白いと思うんでね、これ野村の配置をちょっとまあ注目、多分スタメンでくると思うんですけどもね、ちゅうのがありますし、あとルヴァンカップですね。ルヴァンカップちょっと映像を見ていないんですけど、サムエル選手が得点決めたっていう話でございまして、まあ、フォワードのとこをね、ほんと2トップ、まあ、前回まででいう2トップですね、センターフォワード元気がないんで、まあ、長澤を使うかサムエル使うかちょっとそこは分かりませんけれどもね、今回だからもし長澤をスタメンで使うのであればですけれどもね、この433と長澤選手の相性って僕は相当いいと思っていて、長澤選手もちろん高さもあるんですけど、ポストワークね、ポストプレーも相当うまいんで、まあ、これ一応ワントップ最前線においては
ているんですけど、少し一列降りてきて、まあ、センターサークル付近でボールを受けて、そこで一瞬ため作ってから、そこからまあこれ中盤の選手と上がりを待つとか、ワンタッチで小林誠吾とか井上とかウィングの選手を使うとか、そういうイメージもできるんで、もう中盤真ん中であればどこでもこれ長澤選手本当活躍できる場所がある。この 4-3-3 システム、長澤が本当ためを作ってもこれ中盤の選手のオーバーラップ待つことができるし、ワンタッチでもはたいてもウィングの選手うまいこと生かすことができると思うんで、ちょっと長澤はこの試合 4-3-3 で行くのであればですけれどもね、見てみたいなという感じしますが、何回も言ってます、この試合のキーマンは野村選手というか、今後のキーマンは多分野村選手になる気がしますんで、そこ野村の使い方も含めて、まあ、90分間スタメンで使うか、それとも途中から使うかも含めてですけれどもね、注目して見ていこうと思ってますね。はい、そしてデータ的な話ですけども、まあ、チャンス構築率ということで、主にまあ攻撃とか、そこのまあ攻守のところのデータにはなってきますけども、まあ、両チームともやっぱちょっとデータ的には悪いんですね。数字的に今 J2 の中でも悪い、もしくは真ん中あたりというので、まあ、これで言うとですね、まあ、チャンス構築率岡山が13位で、まあ、岡山のチャンス構築率13位で悪いんですけども、大分もっと悪い、まあ、10位、まあ、数字 10.1 で同じなんですけどもね、14位ということですね。で、シュート成功率が大分が6位なんで、これまあやっぱデータ見て分かる、大分はチャンスをもっと増やすことによって、このシュート成功率が生きてくる、チャンスさえ増えれば決定力が前線であるっていう話でございます。まあ、6位なんでこれ悪い数字じゃないんでね、まあ、フォワードの得点力不足はもちろんあるんですけど、シュート数に対するこれあの得点の割合とか、その成功率は結構高い方なんでね、まあ、そこ元気がないツートップ含めても、全体で本当チーム全員で、点を取りに行く、そこの意識を高めることによってチャンスも増えるし、まあ、得点も増えるんじゃないかと思うんでね、まあ、この 4-3-3 システムやるのであれば、もうこの圧をどんどんかけて、頑張ってほしいと思ってますね。はい、そしてこちら、AI シミュレーションですね。まあ、久しぶりに出すんですけどもね、まあ、このフットボールラボさんのデータサイトにあるいろんなデータ、まあ、この岡山と大分の、ね、両チームのデータ合わせた結果、こういう結果が、出るんじゃないかというシミュレーションでございますけれども、大分、岡山2対2のドローということになってますんで、で、野村選手が前半4分間で2点取ってるという、なかなか不思議な、数字でございます。まあ、ここまでわかるんだって話でございますけれどもね、まあ、何せよとデータっていうのは一つの、まあ、目安になるとは思うんですけど、まあ、そこをね、絶対というわけでももちろんない。でこの対戦予測シミュレーションも何回かこれクリックして何回もできる、これ何回もできるんで、何回もやるために結果変わるんで、そこなかなか何とも言えないんですけど、これ一発目で出たのはこれ大分なんですけどもね、2回3回やると大分が勝ったりとか、大分負けたりとかするんで、ね、なかなか難しいところではやるんですけど、まあ、しかしこういう今データもあるよっていう話でございます。まあ本当、データ一つ参考になります。そこはやっぱりね、こういうふうな、まあ、結果が出たということはお互い大差がないっていう話でございますんで、そこはですね、大分本当最後のところですね、まあ、さっきも言ったシュート決定、そこをまあしっかり高いチームなんで、そこは沈めてほしいと思ってますけどもね。はい、ということになりますね。以上、パルプンテジェルサッカーチャンネルの筒の言う方、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。